背番号46番の北川元選手と、そしてあの2001年 の、 あの優勝のシーン瞬間を語るには、やはりもう一人の方もお呼びしています。大久保正信さん、当時ピッチャーですね。お二方をそれではお呼びしたいと思います。大きな口を持ってお迎えください。北川博俊さん、大久保正信さん、どうぞステージの方によろしくお願いします。呼ぼうことにくださいはい、はい、北川さん、今日はファームの練習終わってから始めてくださいました。はい、ありがとうございます。いやもう懐かしい病気が来ていらっしゃる方いっぱいいますね。そうですね、お子様今日よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、お願いします。お子様当時のブルーウェーブの、ビシュタイのユニフォームを着てくださっています、まずこのユニフォームなんですが、北川さん、はいはい、最初ご覧の時に懐かしいなって第一声でしたけどね。はい、そうです ね、 ね、まあ、家にはあるんですけどなかなか出すこともないんで、はい、うん、こういう間近で見るのは久しぶりだ。久しぶりにそれを召しなんじゃないですか。着るのはもう亡くなって以来着てないんで。あ、そうですか。はい、お家にはそれはまだ残ってらっしゃる。一応置いてますけど、はい、なんかでも家で着たりすることはないですね、それは。そこは何やでもいいんで大丈夫です。今日はよろしくお願いします。大久保さん、はい、大久保さんも懐かしいユニフォームで。そうね、はい、でも大久保さんはなんか全然変わらない感じがするんですよ。いや、そうでもない、体重そんな変わんないですけど、はい、筋肉がだいぶ落ちて一回り。ああ、そうですか。なりました。なるほどね。今野球教室とかいろんなコミュニティ活動をね、はい、やってくださってますが、大久保さんを今日お迎えして、今日もよろしくお願いします。はい、お願いします、はい、さあ、やっぱりこのユニフォームで北川さんね、はい、これ絶対避けられない話題だと思うんですが、はい、2001年の9月26日ですか。はい、ね、はい、大阪近鉄バファローズがこの当時の大阪ドームという名称でしたけども、はい、ここで優勝を決めた、リーグ優勝を決めた瞬間、あの時のヒーローが、北川選手だったわけですが、当時の北川選手だったんですが、その時背番号46番なんですね。そうです、はい、あれ、だからオリックスバーロンズなんて半分になったんですね、背番号がね。そうですね、半分です ね、 ね、 ね、はい、最初球団の方には、はい、46を用意していると言われたんですけど、はい、46は僕は近鉄の思い出に置いときたかったんで。ああ、なるほどね。オリックスでは違う番号をつけたりとかしたんで、はい、なら半分でいいや。なるほどね、はい、北川さんはタイガースからバファローズに当時移ってこられたわけですけども、はい、その時もうすでにそのユニフォームでしたもんね。そうですね、ね、もうそうですね、はい、ね、ということはそのユニフォームに対する思い入れというのはかなりお強いんじゃないですか。まあ、このユニフォームで本当にこのプロ野球の、ね、うん、自分の場で活躍する機会を与えてくれた場所だったんで、はい、やっぱり本当に近鉄が自分を育ててくれたと思ってますので、うん、やっぱりこのユニフォームに対する思い出は大きい、大きいですね、ですね、はい、あの年ですけれども、大久保さんは2001年というのはルーキーイヤーだったんですね、確かね。そうですね、はい、ね、であの年、もう大久保さんは1年目からもうストッパーという役割を任せられて、もうずっと一軍で投げてらっしゃったんですけど、はい、大久保さんはそのユニフォームというのは、まあ、2004年が、まあ、最後で、まあ、その後も同じようにユニフォームを着てたんですけどもね、はいはい、ブルーウェーブというそのユニフォームでは2004年が最後だったんですよね。そうですね、はい、ね、入った球団もオリックスでしたから、そのユニフォームずっと着てらっしゃったわけなんですが、はい、その当時のブルーウェーブのユニフォームに対する何かこう愛着みたいなのがあるんでしょうか。そうですね、やっぱり憧れのプロ野球に入って初めて袖を通したのが、うん、ブルーウェーブユニフォームだったんで、そうですね、まあ、ですからその球団が2005年に、まあ、オリックスと近鉄が合併統合という形で、まあ、オリックスバファローズという球団が生まれたわけなんですが、北川さん実はこのユニフォームで、はい、その、まあ、2001年のホームランの話後ほどまたしますけども、はい、2004年の近鉄の最後の得点、はい、打点をマークした、そのホームランでマークされたのはそのユニフォームで北川さんだったんですね。そうですね、まあ、場所は今のホットモットだったんですけど、はいはい、はい、ちょうどその年は僕も20本本塁打っていうのがかかってたんで、うん、はい、どうしても20本したいなと思ってたのが最後に来たんで、寂しい中での喜びでした、ね、え、だからそういうことを考えると、なんとなくその両球団っていうのはなんか因縁みたいなものがあって、その最後のホームランもクデソンという当時のね、はい、オリックスのピッチャーが打ったホームランでしたもんね、はい、そうですね、まあ、ですからそういう意味でもこのユニフォームというのは、まあ、お二人にとってもやはりこの愛着があるという思
思い出深いユニフォームということになるわけなんですが。